大阪大学医学部附属病院臨床研究センターの岩崎でございます。今日はですね、私が大会長を拝命いたしました第20回 DIA 日本年会2023のご紹介をさせていただきたいと思います。この DIA の第20回の年会なんですけれども、テーマがですね、時空を超えた知と技の融合、ソサイエティ5.0による医薬品開発の再構築というテーマを副大会長の松田さんとですね、相談をいたしまして、決めさせていただきました。でこの時空を超えた知と技の融合というところなんですが、これまでの日本年会のテーマとしてはですね、イノベーションといったようなテーマ、結構数多くディスカッションされてきたんですが、これまで私たちがですね、蓄積してきた知識、そして技といったようなものを一旦振り返り、そして現在どうなっているのかというようなところを考えた上でですね、さらに 5.0、 ソサイエティ 5.0 という新しい社会においてですね、どのように活用していくかというようなことをメインのディスカッションテーマというふうに設定をさせていただきました。そのソサイエティ 5.0 なんですけれども、これはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、内閣府が中心になってですね、世界に向けて日本の得意とする新しい社会 5.0 といったようなものを築いていきましょう。その中で医薬品の研究開発でどのようなことができるかというようなところを少しお話をしたいと思います。でこのソサイエティ 5.0 で実現する社会なんですが、現在は 4.0 というところにおります。これは皆様方ご了解の通り、クラウド上にそれぞれの領域、例えば自動車産業であったり医薬品産業であったりといったようなところから情報がたくさんクラウド上に収集されている状況、それが現在の状況というふうに認識をしております。でこれをですね、共通のプラットフォームを使い、なおかつですね、多くのウェアラブルデバイス等々を使ってたくさんのデータを収集し、そのデータをですね、 AI を活用することによって、これまでソサイエティ 4.0 では人が整理をしていたデータを AI ですね、アーティフィシャルインテリジェンスを使って整理をして効率的に皆さんが活用できるようにしようという社会を目指そうと、これが IoT 先進国である日本の特徴を生かした世界に打って出る戦略といったようなところでございます。でその中で我々その医薬品開発に従事するものがですね、どのようにそれを活用できるかというようなところをディスカッションしたいということで、これからの新しい社会においては、例えば通院に不自由のあるご高齢の方々、自動運転の車に乗って通院していただくであるとか、あるいは私もアップルウォッチをしておりますけれども、このアップルウォッチ、今心電図が測れますし、心拍数も随時モニタリングできるようになっております。さらに私がここで転倒すれば、転倒したよということが家内や娘のところに情報が飛ぶというようなところまで進化してきております。でこういった情報をたくさん集めた上で、それを AI によって整理をして活用していこうというような社会を目指そうというふうに、国が温度をとってですね、前に進めているところに、私たちが携わる医薬品の研究開発、どういうことができるだろうかということを、各領域の専門家の先生方、さらには DIA が得意としております産、官、学、このそれぞれの立場の人たちがですね、それぞれの立場の垣根を越えてフリーにディスカッションできるというような場でですね、一緒にディスカッションしていくというようなことを考えております。でこれまでですね、コロナのおかげでなかなかですね、海外のスピーカーを招聘することが難しい状況が続いておりましたが、今回はですね、FDA アメリカの規制当局、それから EMA ヨーロッパの規制当局、そして日本の厚生労働省や PMDA に加えてですね、産業界、製薬業をはじめ産業界の方々、それから私どもがおりますアカデミア、こういったようなところの人たちがですね、できるだけディスカッションをすることができるようなセッションをたくさん組みたいということで、副大会長の松田さんにですね、ご尽力をいただいているところです。
基調講演としてはですね、このソサイエティ 5.0 の中でですね、日本ではムーンショットプログラムといったようなものが動いております。でこれの中でですね、中で早期にですね疾患を予測するという研究をリードされていらっしゃる愛知医科大学の祖父江先生にですね基調講演を担当していただくとともに、 FDA から来られた方にも基調講演を担当していただくことを予定しております。まあ、このようにですね、これまでなかなかできなかったリアルでのこの実際に面と向かって話をするというところを重視してですね、今回の大会についてはハイブリッドは行わず、現地に皆様ご参集いただいて活発なディスカッションをしていただきたいということで、まあ、これもですね、副大会長の松田さんには非常に骨を折っていただいているんですが、それぞれのセッションで、90分のセッションとしたわけなんですけれども、30分ないし半分の45分以上をですねディスカッションに使っていただくようにお願いをして、各プログラム委員の先生方にもご尽力をいただいているところです。やはりですね、これまでウェブが発達してきて多くのですね、ことがウェブ上でできるようになりました。ですがやはりリアルで人々が集まることによって、アポイントメントなしで、その廊下でたまたま、あ、先生ご無沙汰してますっていうようなところからスタートするような会話から何かが生まれることを期待して、すべてリアルで開催するという決定をいたしました。このようにですね、いろいろ工夫をして、皆様方のお越しをですね、東京有明で、お待ちしておりますので、ぜひですね、東京まで足を運んでいただいて、現地で、活発なディスカッションをしていただきたいと思っております。以上、私からですね、 DIA 日本年会第20回のですね、ご案内をさせていただきました。どうもありがとうございました。